道内でオジロワシなどの希少な猛禽類と列車が衝突する事故が増えていて環境省などが対策に乗り出しました環境省によりますと道内で昨年度けがや病気で収容されたオジロワシは前の年度より28羽増えて過去最多の66羽でした大ワシは21羽でいずれも列車事故が主な原因です 列車と衝突したエゾシカの死骸の回収が遅れてそれを食べに来た猛禽類が後から来た列車にはねられる二次被害が背景にありますそこで環境省と釧路市の猛禽類医学研究所は JR 北海道の協力を得てエゾシカの死骸を鳥から見えないように覆い隠すシートを開発しました今後実証実験を経て実用化を目指します